今どこかにね連れてってくれてるんだけど、どこかわかんないの。ヒントは飛ぶ。飛ぶ。今ソンドってとこに来てるの。ソンドちゃん。ちょいレレ。1日目のまた飛ぶやつは、はい、ソンドケーブルカーやったんです。ソンドケーブルカー、ソンドケーブルカー、ソンドケーブルカー、わーよー、見せてあげて、じゃーん、楽しいと思いますよ。楽しいじゃんこれ。じゃあ行きますか奥さん。行きまーす。顔大きい、顔大きい。はい、すんちゃんがやりたかったやつ、はい、めっちゃ楽しみ。でもパート1、パート1でも、もう4時ですからね、こちら遊びすぎて。お前、買い物今日3つぐらい用意したんですけど、なんか姫ごっこで遊びすぎと、うん、なんかいろいろなんかショッピングしすぎだから、うん、これが最後になると夜も行こう。ありがとう。イエーイ。行きまーす。ジェホちゃんが撮ります。そうなんだ。すごい、これは俺も楽しみ。よかった。いいと思います。はい、すんちゃんの飛ぶっていうキーワードはここのソンド、はい、ケーブルカーでした。めっちゃ楽しかった。なんか下もね透明になってるの、だから海が下からも周りからも見えるっていう感じで、すごいめっちゃ良かった。実はすんちゃんが自分がね乗りたいから予約したんだけど、私は買い物だけしたかったけど、買い物ね、そっかそっか。だいたい何分ぐらい、5分、10分、6分だって。あ、6分、うん、6分、うん、6分ぐらいらしいです。来たり来たり12分ぐらいだ。うん、往復でいくら。往復で透明のやつは1人2万ウォン、うん、で透明じゃないやつは1万5千ウォン。でも透明じゃないのも大丈夫と思います、いいと思います。あ、そうなんだ。止めるのはやっぱ楽しさ、楽しいです。確かに下も面白かったもんね、見るの良かったと思います、うん、めっちゃいい。ここ多分ちっちゃな島なんだと思うんだけど、そこにこうケーブルカーで来るって感じになります。Picture of you, I could talk to you for